さあ、本日はですね、ハニプレの動画撮っていきたいんですけど、いやー、ちょっとね、これは、ちょっと悲しいですね。まあ、動画内では、さすがの俺悲しい、しょんぼりしたね、みたいな、こう、そういうね、姿を見せるわけにはいかないから、ある程度テンションはね、上げた状態で喋らせていただきたいんですけど、ハニプレ、まあ、嫌な予感は正直ずっと前からしてたんだけど、1月31日19時30分追記、重要運営サービス終了のお知らせということで、まあ、サービス終了ってのは、このゲーム自体が終わってしまうっていうことですよね。簡単に言うと、まあ、俺も分かってるんだけど、いろんなゲーム、まあ、ちょっと見ていきましょうか。はい、2023年3月31日、15時サービス終了の、アプリの動作について追加いただきました。いつもご利用いただきありがとうございますっていう感じで、3月31日の15時で終わりますよと。日頃ご愛がかけていただいてるプレイヤー様には突然のお知らせにない こんな風に読むのおかしな 制作チーム一同および深くお詫び申し上げます。サービス、ここ大事だよね。この下が一番大事なんだけど、2020年11月18日よりサービス、あ、そんな時だっけ？ 11 月に開始したんだっけ？ちょっとその辺はちょっと覚えてなかったけど、あ、そうだったんだ。ってことは、何年続いた？ 1 年、1年に計算ができない まあ結構続いたんだよね。結構続いて、サービスを提供できるよう日々、精進してまいりましたが、今後プレイヤー様にご満足いただけるサービスの提供が困難であるっていう理由らしいですね。今回のサービス終了に関してはっていう結論に至りました。たびサービス終了の決定いたしました。まあ要するに、まあ隠してるとは思うけど、金銭的な問題だとは思う。売り上げがね、やっぱね、見てたんだけど、なんだっけね、3000万ぐらいだったんかな、今年か忘れたけど、なんかね、まあ、どっかしらの月で3000万とかがあって、まあ、3000万だと多いじゃんって思う人もいるかもしんないんだけど、ゲーム作る上で3000万って全然稼げてないんですよね。まあこのゲームが悪いとかそういうわけじゃなくて、俺大好きなゲームで、まあ最近はそれはね、イベントとかも全然できてはなかったんだけど、ただね、まあその辺は仕方ないということで、音ゲーでね、稼ぐのはまあ難しい、稼ぐって言ったらあれだけどね、お金が発生するのって結構難しいから、まあそうだなっていう感じはあるんだけど、いや、まあ続いた方ではあるとは思うけど、やっぱ悲しいよね。俺がやってきたゲーム、みんなもさ、このゲームから俺のこと知ってくれた人もめちゃめちゃいるから、やっぱ悲しいなっていう気持ちはすごいあるんですよね。サブシュルのお知らまで行ったんだったら線もちゃんと書けよ。まあひとまず今回っていうか、3月いつだっけ、3月31日か。だから3月いっぱいの15時までは、まあ、タニプレできるんで、まあ、その時までみんなで楽しもうねっていうねっていう 感じだとは思うんだけどね。はい、まあ、悲しいですよね。あー、ちょっとね、手元動画、俺もね、リリース当初から遊んでたからね、すごい思い入れが深い部分はあるので、ちょっとね、最後にちょっとガチャ引きます。ガチャ引こうかな。ちょっと待ってね。大切なご報告と2月のイベントについて。2月のイベント、ちょっとこれ見ていい？あ、でもあれだわ、イベントは新しいの来るっぽいよ。来るっぽいわ。で、人気楽曲プロポーズが追加されます。最後のイベントとなれますって書いてあるんで、今回ごめんなさい ガチャちょっと引こうか。まあ、聞くって言ったからちょっと引こうか。せっかくだからね。だから、その時にまた動画撮ろうかななんて思っております。はい、ありがとうございます。いや、待って、ハニプレリミックス、これもちょっと すげえ気になるけど。じゃあ、これ引こうかな。こちら引きたいと思います。こちらですね。柴犬くんとアリサちゃん。かわいい！最近ね、結構アリサちゃんも好きなんですよ。だから、ここで、ちょっと運をもらいたいんですよね。かわいい セナちゃんも好きなんだけど、セナちゃんがやっぱね、一番好きなんだけど、俺の中で。ただ、アリサちゃんね、これね、めっちゃ好きなんですよね。これ、ちょっとね、
その見た目がさ若干釣り目の子が結構好きでいいなって、アリサちゃんもいいなと思って、シバケン君もねいいんだけど、あーかわいいかわいいな。シバケン君も結構ね男の子の中では俺結構タイプの方なのよ。このなんつうんだろう、なんつうんだろうね、このな何とも言えない。じゃあまず引いていきましょうか。無料ガチャから引こうか。ちょっとね無料ガチャからざっくり引いていきまして、いやここで運勢決まるよ。パンミー、ちょっと音量上げていい？パンミー、ここで決まるよ。さあ、ハニープーン。まあとりあえず引いていきましょうか。いや来るかな、ここでさ運をもらいたい、アリサちゃんから運をもらいたい、ガチで。私の出番。でもガチャはやっぱ楽しいね。うん、やっぱガチャ楽しいわ。あ来るよ、すごくない俺。ちょっと待って、この調子で来るんじゃないか。来る。あ、準備はもうずっとずっと準備はできてますよ。これ見れなくなるの悲しいな。期待して、あ、え、期待していいんだよ。え、違うね。いや、これは違うわ。あー、まあまあまあ、持ってるかな。持ってたと思う。持ってたと思う。これさ、あのさ、最後にキャラが来るまでさ、え、持ってない。すげえ。え、すごくない？すごくない？持ってないよ。すごくない？普通に。で、このまま俺を呼んだかっつって、ちょっとスキップしてみていい？はい。スキップするんじゃなかった。まあ、ひとまず今回は、ちょっとガチャとね、お知らせを皆さんにしたいなと思いまして。結構さ、ホーム、ハニプレ開いた時にすぐにパッて出てくるかと思いきや全然出てこなくて、お知らせをちゃんと見ないと分かんないんだよねこれ。だから俺ここで知らない人もいるかなと思って説明いたしました。ツイッターの方ではねトレンドになってたりはしたんだけど、まあそうですよね。いやー悲しいなー。ちなみに多分この動画がハニプレ最後の動画ではないとは思います。手元動画もね、またちょくちょく上げれた、まだ上げれてない曲とかもあると思うので、その辺もちょっと上げていきたい感もありますね。はい、まあとりあえず、今回はこの辺にしようかな。いやー悲しいなー。悲しい。普通に悲しい。ごめんね、ちょっと。ありがとう。いやーハニプレありがとう本当に。まあ今回、まあまだ期間ね2ヶ月ぐらいあるから、それまで楽しみましょう。皆さんが頑張りましょうっていうか頑張っていきましょう。お疲れ様でした。